こんにちは。最新のビデオへようこそ。この短いビデオでは、人工知能を使用したデノボドラッグデザインの市場をリードするソリューションであるマキアのフラグメントリンキングジェネレーターを使用してスキャホールドホッピングを実行する方法を紹介します。マキアでは、特定のユースケース向けに多数の AI ベースの生成アルゴリズムが組み込まれています。それらのうち、フラグメントリンキングジェネレーターは、 二つのビルディングブロック間の新しいリンカー、またはスキャホールドを提案することにより、化合物を生成することができます。それは純粋にケミストリー主導であるため、有機化学の十分な理解が必要です。エクジットベクトル、つまり化学反応が起こる反応中心を定義することにより、そのような位置で反応できる市販のビルディングブロックを検索します。これにより、 合成実現可能性とマルチパラメータ最適化の平均的なポテンシャルを持ちつつ、科学的多様性の高い分子が生成されます。薪屋にログインすると、実行した様々なプロジェクトを一覧表示するプロジェクトインターフェースが表示されます。既存のプロジェクトをクリックするか、新しいプロジェクトをセットアップするには、アット New プロジェクトをクリックして名前を割り当てます。 既存のプロジェクトを選択したら、ジェネレータータブをクリックしてから、ニュージェネレーターをクリックします。ジェネレーションエンジンをフラグメントリンキングとして選択し、作成するジェネレーターに任意の名前を付けます。これにより、ジェネレーターをセットアップするための多くのオプションを備えたインターフェースが表示されます。このビデオの目的のために、Exit Vector、 ケミカルスペース、スコアラーオプションを使用します。エクジットベクトルをクリックします。このタブには2つのウィンドウが表示されます。それぞれにスキャフォールドを取り付けたい1つのビルディングブロックを入力できます。ビルディングブロックのスマイルズをコピーして貼り付けるか、鉛筆のアイコンをクリックしてスケッチャーに化合物構造を描画します。 ビルディングブロックを描画したらダウンをクリックします。ビルディングブロックが定義されるとセットボタンがアクティブになります。Exit トベクトルはクリックして定義できます。対応するアトム ID を入力します。例えばエクジットベクトルとして周素を定義したいので初と入力してエンターキーを押します。ダウンをクリックします。 同様に、2番目のビルディングブロックとそれに対応するエクジットベクトルを定義します。セーブをクリックします。このステップで定義するフラグメントがわからない場合は、 弊社の逆合成解析用のスパやソフトウェアを使用して参照分子を市販のビルディングブロックに分解できます。ターゲット分子の合成化学に対するユーザーの理解に基づいて適切なフラグメントを選択できます。次に、ケミカルスペースタブをクリックします。このステップはオプションであり、ここでは 事前にアップロードされた PIM1 阻害剤データセットをケミカルスペースとして選択して、ジェネレーターを同様のスキャホールドの選択と新しい分子の設計に導くことができます。セーブをクリックします。次に、スコアラータブをクリックします。ここでは、ジェネレーターによって設計された分子をスコアリングする5つのリピンスキープロパティのルールを含む事前定義されたスコアラーを選択します。 セーブをクリックします。ユーザーはオート m l モデルを追加して生成プロセスをガイドすることもできますが、これにより選択したスキャホールドと生成された分子の新規性が予想よりも低くなる可能性があります。このビデオではオート m l を省略します。その後、ジェネレータータブに戻ります。ジェネレーターが作成されたことを確認できます。スキャホールドホッピングのプロセスを開始するには、欄をクリックします。 ジェネレーターの実行が完了すると分子がリザルトタブに表示されます。計算されたプロパティに従って並べ替えることができます。ご覧の通り分子の多くは非常に多様なスキャホールドを持っています。またパラレルコーディネイツを使用して特定の範囲内で計算されたプロパティに従って分子をフィルタリングおよび表示できます。 例えば、QED が良好で合成実現可能性が高い分子を選択するには、適切な範囲のスケール上でカーソルをドラッグします。さらに、CDetails をクリックすると、個々の分子を調べることができます。入力したビルディングブロック。 選択されたスキャホールド、生成された分子、その計算されたプロパティ、およびケミカルスペースから最も類似した化合物が表示されます。さらに、分子を選択してエクスポートすることもできます。動画をご覧いただき、 ありがとうございました。マキアについてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。喜んでお手伝いいたします。